にちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いします。お願いします。お名前はどのように？はい。そうですね。あ、ロマンス中野っていう芸名で、はいはい、まあ地味に活動しておりまして、はい、あのまあ多分ロマンスさんって呼ぶのなんかおかしいかなっていう感じになるかもしれないので、普通に中野さんで、はい、呼んでいただければ、はい、私がブログで前にその新規の方をお取りするのが難しいんですが、撮影を定期的にしてるのでモデルさんになってくださる方だったらちょっと優先的にお取りしますということで書いたんですけど、それを見て、はい、応募してくださったんですよね。そうなんです、はい、私あの YouTube で、はい、あのよくちょっともう見てたんですけれども、あのめっちゃすごい受けたいなって思いながら、はい、でもあのすごいもう日々もう忙しそうだったので、なかなか、はい、まあなんか本当にチャンスがなくてという感じ で、ね、はい、この時まあなんかモデルとしてだったら、はいはい、あのまあなんか受ける確率がアップするっていう風に、はい、まあ、記事を見て、はい、もうこれはもう本当にもうチャンスだと言わんばかりに応募させていただきました、はい、ありがとうございますそうですね、もう型がすごいあの硬、うん、いですよ、うん、本当に、うんうんうん、なのでちょっとあのすごいぜひ花澤先生にちょっとあのこれを改善していただければなと思って、はい、ぜひ今日はちょっとよろしくお願いいたします。じゃあ、うつ伏せになってください。はい、よいしょ、楽にしていいですよ、はい、でちょっとね、お体全体的にね、様子見させていただきますね、ちょっと蛇行が見られますね、背骨が、うん、少しこうゆらゆらってしちゃってる場所がありますね。この首から、まあ、背中の真ん中あたりまでが少し右の方に全体的にすると、うん、弓なりになってるようなことがありまして、でその下ちょっとこうくねくねとちっちゃい蛇行がある状態ですね。で骨盤なんですけれども、右の方が高いです、はい、右の方がこう骨盤の位置が上がってるので、この右の高さで持っていくと左との差がね、指幅2本分ぐらいある状態ですね、はい、ちょっとここが差が出ています。全然自分では気づきませんでした。骨では高さはそんなに変わらないですね、まあ、少し左の方が下がってますね、右の方が少し高い状態ですね、まあ、これは骨盤に比べると指幅で1本分ぐらいあるかなぐらいですね、こちらの方が小さいです。結構やっぱりそのまま骨盤の差が大きくて、うん、お尻で見た時にかなりあのこの左 の、 あの座骨のところですね、高さで持っていくとここになるんですけれども、全然違います、ね、そうなんですよ、結構この幅で見た時にかなりこう右の方がお尻が上がっている状態なんですよね、斜めになっているような感じがありまして、うん、骨の位置が結構違いますよね、高さ 右の高さ持っていくと左だとこの辺なので、そういう感じですね。でそれだけこう骨盤右に上がってますので、やっぱり足も合わせた時にかかとが合わないんですよね、全然違う、そうなんですね、右の方がやっぱりそのまま上がった状態なので右足が短いということになりますね、はい、でちょっとこうかかとが合わなくて、はい、ですね、っていうのがあります。あまり足腰の方では違和感を感じたりとかって出たことない、気になったことないでしょうか。はい、でももうずっとこの状態だからもう、はい、意識したことすらないです。なるほど、ですね、で少しあの、まあ、このなんですかね、縦の歪み以外に、こう前後の歪みといいますかね、少しこう回線がひねられたような感じが加わってるのがありまして、はいはいはい、なのであのこの大天使のところなんで、このグリグリのところですね、がこっちの方が少し上がってるというか、
位置的に こっち側あの天井寄りって言いますかねの方になってる感じ、少しこう左前の骨盤が前に出ているという感じですね。はい、少しこうお尻が右の方が後ろに持ち上がっているというか、こう回っているというかね、少しひねられている状態にはなってますね。歪みって自分では気づかないものなんですね。そうですね、まあ、なんかでもこう言われてみると確かにみたいな、ちょっと言われてみればなんとなく確かにって思いますよね。こっちの方が少しね上がってるっていう、こう押さえられると分かるかと思います。はい、ですね。でちょっと肩首の痛みを見ていきますね。こっちにもじゃちょっと押さえていきますね。すいません、最初痛いと思いますけど、右の方ですね。右肩、左肩ですね。左の方が痛そうですね。これとか痛いですよね。だいぶ、はい、だいぶ痛いですね。結構差がありますね。うん、同じようにやっても全然左の方がこのゴリゴリしてるっていうか痛いですね。骨だと思ってました。骨だと思ってました。で高さで見てもあれですね、バランスを取ってるのかもしれないですけど、上半身に関しては少しこういう感じなんですよね。はい、少しこうひねりがあの上半身と下半身で加わってますね。すごい、もうねじれてますね。そうですね、ねじれがありますね。で今左肩の方が痛いですね。で首を見ますね。首も、ちょっとどちらもねこう張りがある状態なんですけど、これが痛いですかね。そうですね、左の方が痛いですね。首ともにちょっと左の方がはっきりした凝りが、ありますね。はい、ふくらはぎの方も押します。少し足むくんでるように見えますね。めっちゃむくんでるんですよ、本当に。しかも多分なんか冷えてると思う、冷えもそうですよね。ちょっと、若干冷えてる感じありますね。ちょっとあれですかね、この、まあ、この辺も硬い硬さがあるので少し押して痛いですかね。痛みはあまりないでしょうか。あ、ありますね。これ痛いですよね。はい、結構で特にこう足首の方に来た時に、よりちょっと硬さが際立つような感じが、すごい何かがある感じ。そうですね、なんか違和感というか、はっきりなんか硬さがありますね。右の方がやっぱりより詰まってる感じなので、右の方がこう足短くなってる側ですから、右の方が硬いですね。うん、すごい、はい、押されてる感じがすごく、はい、なんか伝わります。はい、詰まってるなんて。そうですね、ちょっとこう詰まってる感じありますね。硬いですね。ちょっと良くない感じしますね。老廃物が、そうですね、そうですね、老廃物が溜まってる感じがありますね。はい、結構こうサイドで触ってみても結構全体的に硬いですね。はい、話してありがとうございます。上げていただいて、はい、左の方がね肩首に痛みありましたんで、左の方から揺らしを行っていきます。それであの歪みを取ったりですとか、あのコリを取っていきますので、楽にしていてください。もしなんか痛いとか辛いとかあるようでしたらおっしゃってくださいね。眠くなりますね。はい、中野さんは今年が、まあ、27歳。28歳、あ、はい、そうなんですね。もう本当にもうなんていうかもう、とにかくもう、何ですかね、まあその一時期その、まあ、いけるかな、これ、自分の夢かなんかなって思った時が、3、4年前、はい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 、なので、まあ、25とかそれぐらいの時だったんですけど、その時は本当にもう、何ですかね、とにかく、なんか
うまくいったことを自分の功績っていうか、まあ、自分の力で、うんうん、自分だけの力でなんか、あ、いけたんやって、はい、まあ、思ってて、まあなんか、まあ、自分だけの力でそんな、うん、なったわけでもないのになんか過信してしまったっていうのが、うんうん、あって、うんうん、でもなんかそれ、うん、まあ、当時の自分でも、うん、なんかちょっと、うん、自分にはそんなになんか力ないっていうのは分かってたんですけれども、うん、なんかそれを認めるのがなんか、はい、うん、なんか嫌で、うんうん、なんか変なプライドが邪魔して、はい、なんか、うん、それで、うん、人のせいにしたりとか、うん、アホなことやってましたね、本当に。うん、まあ、なので、はい、今はもう、うん、とにかく、まあ、好きなことというか、まあ、うん、まあ、とにかく、まあ、やりたいことやって、うんうんうん、それでもあの、うん、まあ、人生楽しんだもん勝ちやし、はいはいはい、なんかそんな人を恨ん、うん、なんか人のせいにしたりすると、うん、なんかもう、うん、結局余計、うん、なんかどんどん自分のこと嫌になるってこと、あ、そうですよね、気づいて、うん、でもまさか本当に、うん、あの花澤先生が、うん、ご覧になられてると知りませんでした。まあそう見てたんですよ。本当にまさか、うん、すごい痩せましたよね。あの時、まああの時はすごい本当に、何ですかね、食べるの、まあ、今もちょっともうむくみとかあれなんですけど、あの時はもうさらに今よりももっとなんか食べるのが大好きで、うん。うんうん、なんか今でも食べるの好きだったんですけど、うん、やっぱりなんかもうあの28にもなるともうなんかやっぱ食欲が、うん、ちょっと落ちてきました、うん、もうあの時はもう本当にもう食べるのが、うん、食べてなんぼやっていう感じでなんかもう本当にケーキとアイスクリーム一緒にごちゃ混ぜにして食べたりとか、いや私本当にもう、うん、とんでもない青唐なんです。もう甘いものが大大大好きで、あ、じゃあケーキバイキングとか余裕なんですね。あ、そうなんです、スイパラとかやったら、ね、もう元トランドっていう感じでいっぱい食べまくって、へえ、うん、じゃあ今よく体型維持できてますね。あ、でも今はあんまり食べなくなった、なんかまあ昔よりは食べれなくなっちゃったっていう感じで、うん、あの時の恐ろしい食欲はさすがに、まあ、うん、もう今はなくなってきたかなって感じで、うん、そうなんですね、うん、ちなみにと、うん、その夢って何だったんですか？あ、でも私、うん、まあ、うん、今でもそれ夢はあるんですけれども、まあ私そのまあ二十歳前後ぐらいの時、うんうん、あの高校卒業してすぐに、うん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 、まああの居酒屋の正社員として働いてたんですよ。居酒屋だったんですね。そうなんです、居酒屋の正社員で、はい、うんうんうん、まああのブラック、まあ、そうなんです、あのこれちょっと本当に言ったらちょっと訴えられたらちょっと店名とか言えないですよね。そうなんです、ある居酒屋ですよね、うん、まあ、とある、まあ、まあそうですね、はい、なんかまあ、うん、まあ大手企業の居酒屋をチェーン店の、いやでも言いますよね、前もありましたもんね、うん、事件っていうか、そこで働いてて、まあでも当時私高校卒業してすぐやったんで、まあなんかそれが普通やと思ってたんですけど、ああそっか、分かんないですもんね、うん、なので、でもそれでなんか、うんうんうん、こうしますね、うん、こうします、あ、こちらもお願いします。それでなんかまあ、はい、あの結構親に、うん、あんたもなんか肩どうですか？あ、肩めっちゃなんかすごいすごい押されて気持ちいいです、はい、柔らかくなりましたね、うん、さっきこっちすごいこうゴリゴリしてたんですけど、すごい、はい、なくなってますね、いや消えてる、はい、首ですね、うん、もだいぶ緩みましたね、はい、どうでしょうか、痛みは減りましたね、全然痛みが、はい、すごい、はい、はい、だいぶこれで、であのちょっとね、歪みの方も改善したと思うので見ていきますね、うん、はい、耳鳴りだった部分も
あのだいぶ抑えられて真ん中に結構来てますね。でそのまますぐ下まで来てるんで、ちっちゃい、うん、あの腰の蛇行はなくなってます、うん、はい。で骨盤の高さなんですけど、うん、若干右の方がまだ高いんですけど、ほぼ、うん、ほぼほぼ揃ってますね。このすごい、はい、さっき結構違いがあったんですけれども、うん、ほぼ揃った状態で、うん、なので足の高さ、うん、合いますよね。かかとが、うん、すごい、はい、ピタッときますね。ちょっとだけ、うん、お尻の高さ、座骨のところもほぼ同じですよね。このままこう横に来てる感じで、お尻が上がってる状態なんですよね。斜めになってるような感じがあります。来てる感じですよね。はい、で大天使のところもベッドからの距離というか、はい、左右でねあまり差がないところに来てますね。さっきちょっとこういう感じがあったんですけれども、はい、それがなくなってて、お背中の方もね、さっきこうちょっとこう上がってる感じあったんですけど、今ほぼ揃ってますね、はい、なのでこう全体的にフラットになったというか、余計な力は抜けてますね、はい、すごい、はい、はい、今ので歪みがだいぶ取れたんで、はい、続けていきますね。あ、ごめんなさい、それで居酒屋がすごい、なんかもうちょっとなんかめっちゃ変わったのがすごくて、もうなんかもう一気にもうなんか肩の疲れがすごいなくなった、なくなったというか痛みが全然なくなったので、はい、もうちょっとそっちに頭がいってよかったです、うん、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you! See you again! See you again!